桂南光、三代目、カツラ南光、三代目桂南光三代目桂南光1951年12月8日帯は、上方話か、上方の落語家、タレント。本名は、森本良蔵。母方は、千早赤坂村の笠脇氏。大阪府南川地郡千早赤坂村出身。市場縄手市在住。芸能事務所、米朝事務所、常務取締役。 写真事務所、株式会社フォートライブ常務取締役。出林は、少女。カツラベ時代の愛称は、ベカちゃん、カツラ南光になってからは、南光やん、南光やん。今宮高校在学時に、素人名人会、毎日放送に漫談で出演したことがある。その時に、楽屋で初めて、カツラに会い、サインをもらう。その頃に聞いていたラジオ番組、 大阪オールナイト叫べ、ヤングラ、ラジオ大阪がきっかけとなり、桂ツ弱、当時、桂子米に弟子入りを志願するも断られ、京都の安井コンピラ会館での桂米町長楽語研究会に来なさいと言われ、行ったところ入門が許され、三代目桂米歌子、三ヶ月ほど名乗った後に、桂米ラ子過去に改名を名乗ることになった、1970年3月日に入門。 以来、桂ツラザコ五代目桂米団ベイおさとの落語会など、本業の落語のほか、趣味を通じた活動や、関西テレビのローカル性番組、通会、エブリデイの総合司会、1993年から2008年、を務めた。試着は、当初、僕は弟子を取れる身分ではないと断ったそうである。ただ、大師匠である米長が勧めたこともあり、 ならば、一緒に落語を勉強しようということで弟子にとったという、敬意ある。そのため、当初は、師匠ではなく、兄さんと兄弟子扱いで呼ばされていた。ただ、師匠の師匠米朝の著書によると米朝は、それはおかしいと苦言を呈し、それ以後、南高らは師匠を、師匠と呼び始めたが、実はその後もしばらくは、米朝の前以外では、兄さんと呼ばせていたらしい。無論、 死弱の総領弟子なのだが、それよりも、米朝の弟子という色合いの方が強い扱いで、そのあたりが、鈴目三郎以下の弟,弟弟子との違いである。一門の交番順位も現在は、ザコバ、桂ツ太郎、桂米蔵に次ぐ4番目。ただし、朝太郎と米蔵は、米朝事務所に所属しておらず、 事務所の公式サイトのプロフィールでは3番目で、米長やザコバと共に写しも大きく表示されていると、米長の孫弟子としてはかなり優遇されている。例、ザコバは何校を呼び捨てにしない。死者へ、弟子入りのお願いに行った際、落語を見たことあるのかと聞かれ、春団子さんの代書屋を見ました。面白かったです。と答えている。すると、じゃあ、春団子さんのところへ、 手知りしたらと言われたらしい。しかし本人としては、死者の人柄に惚れていたらしく、春男児とは気が合わないのではという印象を持っていたと、後のテレビ番組で語っている。無論、番組中に、それは勘違いであったと、文鎮、鶴瓶の前で言っている。南航への解明は、米朝の勧めによるものだが、当初は一万光にするかどうかで迷ったという。ただ、 本人が、南光楠木正重の出身地で知られる、千早赤坂村出身であること、一万光名だと関東での放送コードに引っかかりやすいことなどで南光に落ち着いたとのことである。ちなみに南光の名跡は初代が桂文在門、二代目桂文江、二代目が桂二ラニ門の全名であり、いずれも桂派の大建物が名乗った由緒あるものである。 週刊ヤングマガジンで連載されていた漫画、ゴリラーマンの登場人物、田辺のモデルとされており、本人も当時出演していた午後11時で、この漫画に僕が出てるんですよと田辺の恩を嬉しそうに紹介したことがある。宇宙医師の会の会祖で会長を務める宇宙医師の会名誉顧問は上岡隆太郎。東京支部長は立川志之助。また自身は、 男女問題研究家と称している。歯に衣着せぬものいいとダミ声が特徴である。師匠の師者は、浄瑠リネタの演目を取り上げて、解説を加える際に、稽古で声を褒めようがない生徒の例としてしばしば、難航の名を出し、モノマネ混じりでその悪性をからかった。弟子に対しては、非常に厳しく、楽屋では、 弟子が何をしても叱るため弟子は何もできず、ひたすらじっとしているのが弟子の役目だという話を、現在の一番弟子カツラ南天が落語会のフリートークコーナーで披露することがある。そのせいか、現在のかつら南天が一番弟子と定まるまでに、数名の弟子が廃業しており、廃業した弟子についても一問の話し家の落語会で、本人以外の話かが話題にすることがある。 厳しい弟子育成方針のせいか、現在唯一の弟子で、あり一番弟子の難点は、米朝一門の中堅として若手からの信頼が厚く、一門の話家のフリートークなどにおいては、あの南航師匠のお弟子さんという魅力で尊敬されている。なお、南航は、複数の弟子を持つ意向はないと語っており、難点がいる現在他の弟子を取る、可能性は低い。二多数。自作。 試着作の新作落語もやっていた時期もある。東京のネタを髪型に仕立て直したりもする。火炎大鼓は、夫人のリクエスト作で、小佐田佐夫と共に練り上げたという。子供の頃の夢は、漫画家であった。現在でも美術館巡りを良くする、またカモン達夫の、ヤンキーの兄ちゃんの歌のジャケットも手掛けた。感激、ジャズ鑑賞、オカリナ演奏、ビリヤード、フライフィッシング、 蕎麦打ち、料理、絵画など多趣味であるが、特に料理については、NHK の料理番組、今日の料理で、料理人の村田義博と、園子、その腕前を披露した。また、大阪市、中崎町の串揚げ店、サザンライトクラブのオーナーをしていたことがある。また2011年にはツイッター、また、豊田経営大部の下とで義太夫の修行も始めた。他に、 桂雑魚ザが不在の時に読売テレビの高カのそこまで行って委員会などに出演することがあったが、後継番組のそこまで行って委員会、NP 含め現在は出演していない。MC の辛抱二郎のことを根に持っているためとされているが、真偽のほどは定かではない。雑魚バがわしの代わりに出たら、辛抱と喧嘩になってしもうたと委員会で発言している。 また辛抱出演の朝をワイドス・マタンに辛抱代理で出演したことがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。